どうも皆さん、こんにちは。レック専任講師の丸脇です。これから教育実道場のガイダンスといいますか、お知らせをしていきたいと思います。年明けになりましたけど、皆さんお餅食べてどうでしょうか。ちょっとふくらされた人も、私もちょっと年末年始運動不足でっていうところがあるんですけど、ちょっと運動しないと思ってます。皆さん、年明けからいよいよ論文対策始まります。こちらのレックの講座、教養記述対策講座、毎年恒例なんですけど、年末年始道場参加した人は割引もあります。まず何をやるかっていうと、レックの講座では論文マスターっていうのがあります。論文のいろは、これは講座で十分マスターできます。それから答案練習もついているので、添削しっかり3回読んでください。それから模擬試験、これから3月4月始まってくるので、そこに向けてしっかり書く練習もしててください。で、こちらは何が違いなのかっていうと、論文マスターを踏まえて皆さんの受ける志望先の取り組みですとか、実際講師のオリジナルの書き方、それから具体的な構成、論文って形って決まってます。私もガイダンスでお話しした人変わりますけど、柔道昔やってまして、柔道は段取る時にやっぱり型ってなって、なんとかっていう技、それをかける時に型決まってですね。それと一緒で、論文は例えば現状を書いて、問題点、原因背景、それからどういう取り組みが必要なのか、自分のオリジナルを書いています。で、はっきり言って、いろんな模範解答例っていうところは、だいたい100点満点で合格70点だったら、60点ぐらいは取れると思います。筆記が十分自信ある人は、そこそこの答案書ければ取り組みなんて入れなくても合格は可能です。ただ特別区をちょっと取り上げると、60点で不合格という人もいますし、47、8点で合格っていう人がいます。これはやっぱり論文の差になります。択一の12、3点、逆転可能なので、ぜひ渋谷でやる私のこちらの論文道場、こちらもちょっと書かせてもらったんですけど、特別区上位合格答案を毎年狙う講座しますので、特別区の取り組み、きっと面接のレジュメも生きると思いますので、ぜひ特別区の取り組み、モチベーション上げてやりたいという人は、ぜひ渋谷のこちらの教育実講座考えてください。それからもう一つ、東京都受ける方は専門記述対策講座で、こちらありますので、2月から新宿エレタワーの方で講義あるんですけども、こちらぜひ都庁の山手になりますので、こちらの中で大体出てきます。手前味噌になるんですけど、大体当たってます。こちらも書いてますので、都庁の方はこれを受けてもらったら、大体論文の答案構成、それから解答例覚えていけば十分合格答案書きますので、しっかりこちらで対策してください。それから渋谷では、これから矯正復習部屋っていうのが支店長植木と合わせて企画しているところなんですけども、こういう3月だいたい平日になりますけど、渋谷の方で矯正復習部屋ちょっと考えてます。中身はいろいろ択一ですとか、それから論文、いろいろ強制的に皆さん集中して勉強していこうっていうのを企画してますので、詳しくはまた日程とか科目内容、ホームルームあたりで紹介していきますので、ぜひそちらの方をご確認ください。ではまた、今日は1月中旬ですけど、また皆さんの元気出せるようにこういったガイダンスをやってきますので、ぜひまたご覧ください。どうも、頑張りましょう。お疲れ様でした。